じゃあ最後に、まあ、日本の、まあ、監督、若い監督、特に若い監督たちとから、まあ、これから監督になろう、これはまだいっぱいいるんですよ。いるの分かります。本当にだからそういう人たちのために一言最後におっしゃってください。苦言でも僕はだから一番言ってるのはよく僕のところにも来るんだけどね、で監督になりたいって、だからその監督になりたいってね、今監督の一本の写真撮るのにね大変な金かかるわけでしょ、うん、簡単には監督にはなれないしね、うん、それねいろんな修行もしなきゃなんないし、いろんな経験積まなきゃなんないし、そう簡単に監督になれるわけじゃないけど、本当に映画作りたいんだったらその脚本を書きなさいと、うん、で脚本だったらわらばんしと鉛筆があれば書けるんだと、うん、で本当に映画のなんていうの骨格なりね、映画っていうのはどういうものかっていうのを具体的に掴むのは脚本をリードする以外にないんだから、シナリオをでそれを言うんですよ、うん、とねそれでも書かないんで、うん、もうしんどいらしいんだよね、うん、だからとね確かにしんどい仕事ですよ本格っていうのは、うん、でもねバルザックも言ってるけどね、この小説家にしてもね何が一番必要だし何が一番肝心かって言ったらね、その一時一時書いていく、うん、その退屈な作業に耐えること、うん、これがまずそれがなきゃだ、うん、それを考えてバルザックの仕事を考えるとね、うん、頭打たれるな、うん、もう我々一生かかっても全部読み切れないようなものをあの人は書いたんだから、うん、え実際にあの人の書き方知ってる、面白いんですよ、汚い字でこう書くんですよ、すぐ印刷に回しちゃうわけ、うん、でねこんな大きな紙にこう1ページこのぐらい、うん、でそれをあの出てくる印刷したら来るでしょ、うん、それをこう全部直していくわけ、うんうん、ほとんど前に書いてあるのがないぐらい、うん、でまたそれ印刷に回すんです、うん、これはいい方法です ね、うん、ねこのあれ印刷は大変だろうと思うけど、だからあんだけのものを書けたんだねあれ、うん、それも一つの秘密かもしれないけどね、うん、やっぱり一番あれはその耐えることですよ、その、うん、一つ一つ書いていかなきゃなんだ、うん、あの200枚なり250枚なりをね、それに耐えられない人が多すぎるね、うん、それ慣れればね、うん、その平気で書けるようになるんだけどね、そのだから本書きに行く鉛筆とこうわらばんしがあればいいみたいなので、うん、成瀬さんなんかもね本書同じ宿屋で本書いてて遊びに行くとね、うん、原稿用紙がこうポンと置いてあって、うん、鉛筆が一つ置いてあるんですよ、うんうん、でこう話しながらね時々こう持って帰る、であの本ができちゃうの、あのうまい本が、うんうんうん、でもね笑い話だけど、でちょっと読んでいいですかって言ったらふふるなんつって、うん、たら誰と誰誰の部屋って書いて誰と誰何かしてるって、うん、何かしてる鳴沢はね、うん、あのその本でいいわけよ、自分がやるんだからそれを考えてそこで書く必要ないからね、何かしてるって、でもあれはこう癖っていうか平均で書けるようになんないと、あの退屈な作業が、うん、でその一日黙って朝から座ってあの少なくともね、うん、2,3 枚は書けるよ、どうあれしたって、うん、それ積み重ねてきゃね何百枚になるわけでしょ、うん、でそのコツがね分からないんだと思うんですよ、うん、すぐ最初あとおしまいが早くそこ行きたいと思ったりするからね、うん、だから山へ登る時にね、うん、あの一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ、うんうん、足元を見て歩けって、うん、あのみんなそうよこう、うん、であれコツ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 上がっていくうちに上行くんでね、うん、そのこう上見てたらねくたびれちゃって、うん、それと同じじゃないかしらね、うん、だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そんでそういう
苦痛であることを苦痛でないようにそれがもう習い性になるように努力しなきゃなんないしね、うん、どうもね大抵投げ出しちゃうんだよね、うん、でね助監督なんか言ってんだ、一遍でも本投げ出したらおしまいだろって言うんですよ、うん、一遍投げ出したらね癖がついちゃうの、うん、苦しくなるとそこでやめちゃうんですよ、うんうん、なんおしまいまで絶対書けって言うんです、うん、この曲がりなりにはね最後までは、途中で苦しくなって一遍投げたらもう絶対ダメだぞと、なんか苦しくなっちゃうと投げちゃうんですよね、うん、で今のね人たちはね本を読んでない、うん、このロシア文学なんかちゃんと読んでる人いないんじゃないですか、そのこれはやっぱりそれをやっぱり全部ある程度読んでいかないとね、うん、これはね何にもないとこから出てこないやつだ、うん、だから僕よく想像っていうのは記憶であるっていうんだけどね、そう思いますよ、うん、その中から出てくるんでね、何にもないとこなんか生まれてこやしないね、うん、何かいろんな経験があるわけよね、うん、読むんだりなんなり、その実際実生活のあれだったり、うん、何かがなきゃね、うん、想像できないでしょ、そのそういう点でやっぱりまずもっと読むべきですね、うん、絶えず今の小説だっていいけども、それからまあ、やっぱりクラシックは一応読むべきだと思うね、うんうん。